まあダルシム、まあちょっと高木が来るまでね、ダルシムランクも行く。一旦取りま取りま一旦一旦取りま取りま一旦。そうチュンリーやりたくなっちゃってっから今気持ちが。やべ、はい、ヘッショット。よいしょ。ミスったー、もったいな、ブラスト出なかったんだけど。あえやべ、勝っちゃった。一抜けしていい？ちょっとごめん、ちょっと気にして一抜けを。こいつから2本取って1900いくか。ねえ、あれ出力って耳だっけ？出力は耳、入力が耳。そう、入力が口。入力が口ってことは出力が耳。ちょっと待って、だよね、出力を、出力が、あ、耳。あ、できたできた、これか。ハリケーン。うん、高木、俺今1900いけそう、ワンチャン。あ、マジ？ちょっと やってていいよ、やってていいよ、うん、先ちょっとね、このガイルから2本取るわ俺。じゃあ配信見ろ、ハリケーンの、うん、ちょっとお前じゃあ、クソ邪魔だったろ、俺の。いや、大丈夫、全然大丈夫、1本取れた、そのおかげで。さあ、いけんのか、アリケン。あと1本リーチ、いくぞなんかいけちゃうのかな、これいっちゃいそう。勝ったら1900です。ちょっと待って、こんなしれっと言っていいのかな。いや、まだ勝ってないから調子に乗るな俺。あと1ラウンド行くぞ。
行っちゃったおめでとう行っちゃったちょっと待ってお前今来てるな。ちょっと待って、900ってことはお前あと100じゃん。あと100でレジェンド。ちょっと待って、行けよ。どうしよう、行けちゃった。え、お前やれば。いや、いいいいいい、一回止める。一回止める。うん、ちょっと怖い。やったー、もうやりよったなついに目標達成。高木ありがとう。ちょっと待って、これね、マジで勝てるようになったわ、レイジ挟んでからね。え、なんか人が違ってる。めっちゃ勝てるようになっちゃってる。アリケン史上一番アリケンだな今。やばい、一番ランク高いよ今。ねえ、ってダルシムで何位か見ていい？あいよ。え、でもね、俺はね、お前にね、やっぱそこまで行ってほしかったよ。あーでも、あ、ちょっと待って、なんか全然実感湧かない。だって今日のタイトル高木とチュンリー研究だぞ絶対行っちゃダメだろこんなタイトルで。1900、そうだよな絶対しかもちゃんと俺 DJ 位置抜けして本気で取りに来てるからだ。46位。 46位。お前すげえな。ダルシム46位来ました。ちょっとあの切り抜きのために、切り抜きの人たちのために一旦あそこまでやっとくか。いやいやー、ここからで。いやー、やった。いや、1900嬉しい、ガチ嬉しい。1900、ちょっと一回見てみるか戦績。うわー、マジか、俺人生で1900来れると思わんかったなー、マジで。おー、これか、勝率 55% で行ってますわ。はい、最高ランク、マスターレート、マスターレート1905。ありがとうございます皆さん、目標達成です。まあレジェンドまであと100なんだけど、まあまあ一旦1900っていうのを一旦目標達成ということで、はい、まあ死ぬまでにレジェンドを1回は踏みたいなって思ってるんで、はい、よろしくお願いします。本当に頑張って、これからもね、これからも頑張ってダルシム使い続けると思うんで、まあいろいろサブキャラはやると思うんだけど、でもまあ心はいつだってダルシムはいるんで、僕の心の中に。まあこっからも頑張っていきたいなと。節目ですね、この300は。本当に、はい、ダルシムで46番目に強い男です僕。10番以内に入りたいね、頑張ってどうにかして。皆さん応援よろしくお願いします。これからも夜が